ございます。シートベラは。シートベラは。ご利用自体が初めて。失礼しました。座らせていただいて。はい。30って言ったところでしょうか。これ、預けるじゃないですか。はい。今日から預けられて、3ヶ月以内は、うちの方では何も動かすことございません。送らなかった。3ヶ月以内にお金を返せば、で、例えば、まあ、30万でしたら、3万円までが 8%、超える部分に対して 5% かかりますので、具体的には30万でしたら、1万5900円の、これは1ヶ月の計算になります。今日からちょうど、10月の11日。日にちから日にちで計算します。ああ、11日から1ヶ月。っていうのになります。で、まだ1日で過ぎるとまだ1ヶ月かかりますので、はい、今度は、11月の11日までが2ヶ月。はい、12月の11日までが3ヶ月まで。で、3ヶ月以内にちょっと出しにくいという場合は、折りそこを入れていただくことで期限の延長ができます。はい、で、ご注意いただきたいのが、期限が来ましても、質屋の方から一切お知らせがいきませんので、はい、逆に言えば、まあ、催促をしないとか、取り立てをしないというのが、その質屋のシステムのスタイルなものですが、逆に言えば何も連絡がいかないんですよね。そうなんです。だからそこは気をつけていただいてこないと、気が出たら質が流れてたってなりますので、ただ、1日2日過ぎてもですね、諦められずにご連絡ください。1日2日で動かしてるとかいうことありませんので、かといって、待ってるのも当たり前でもないので、なんか、慣れてこられると待ってるのも当たり前の方がいらっしゃったんですけど、それは当たり前でもないので、期限は一応気をつけていただかないといけないんですけど、何日か経ったからって、たったそこ数日で動かしていることはありませんので、はい。免許証か保険証か何か、身分証明になるものをお願いします。初めてご利用のお客様にアンケートにご協力いただいてるんですけど、私どものお店は何でお知りになられますか？いや、たまに。あ、じゃあ、電柱広告とか、そういう広告、あれですね。ありがとうございます。じゃあ、ですね、これがちょっと申し込みになりまして、すみません。ちょっとこの人枠の方はご記入いただいてよろしいでしょうか。ちょっと、引き札アップしてからもう一回ちゃんと説明しますので。はい。